はい、こんにちは、大貝です。キリン3214です。今日は雑談ですね。の動画、撮っております。今日吸ってるのは、スリナンズを、サンウェルのパイプで吸ってます。で、最近もっぱらマッチハイになっちゃったので、でかい仏壇とかに置いてあるようなでかいマッチ一つ買っておこうかなって最近思ってるこの頃です。まあそれは置いといて、今日話したことは2つ。あ、ダメだ、マイク吸っちゃうな、バンバン吸っちゃう。一つは、なんでパイプクラブを作るのをやめようと思ったかっていうことですね。で、なぜかっていうと、私がパイプクラブを作ろうとした目的っていうのが、まあ、パイプスモーカーの交流と、あと、パイプの普及、布教、みたいなことを考えてたんですが、よく考えたら、そんなこと、別にパイプクラブ作らなくてもそんなできるやんっていうことに思い立ったんですよ。で、パイプやってみたいっていう情報を探す人は、私のこの動画に気づいてる人もそれで多い、少なからずいるようですし、少なくとも私の動画を見てパイプ始めたっていう人ももういるようですし、で、同じように他にやりたいって思う人がいたら、こうネットで探してね、知り合いの人とかを何人もブログ書いてるとかしてる人いますけれども、そういったところを見て情報集めたりだとか、もしくはもう直接タボ店さんに行って、どういうのって聞いてみたりするようなする人たちなわけですね。実際やる人は。なので、そもそもそんな必要があるのかなと。ただ、パイプタバコってめんどくさいっちゃめんどくさいんですよ。で、慣れるまでも少し時間かかるし、そのハードルを下げるようなことができればいいかなと思ってます。まあ、ですので、まあ、パイプスモーカーの方々に、まあ、前々から何回もお願いしていることなんですが、まあ、週にね、無理強いはダメですけども、パイプやってみようかなっていう人いたら、ぜひ進んで教えてあげてください。多分、でも、それ多分嫌っていう人そんなにいないんじゃないかと思うんですね。やってみようかと思ってるんだけどっていう話をしてる人に、じゃあ教えてあげようかっていう人、教えられる側も教える側も、そもそも私は聞かれてそんなに悪い気はしないです。何でもかんでも全部聞かれるとちょっとあれなんですが、やってみてくれっていうふうに言わなくちゃいけなくなる部分もあるんですけども、基本的なところは、まあ、少なくともね、なんだろうな、まあ、趣味なのでね、まあ、一日の長がやっぱりあるかと思いますので、そういったところを教えてほしいっていうこと、それとあと頻繁にオフ会もですね、やってくださってる方もいらっしゃいますので、ぜひそういった方ともね、まあ私は主にツイッターなんですけども、絡んでいただいて、いろいろコミュニティというかね、コミュニケーションが取れればと思います。で、しかもね、パイプタバコっていうのは、パイプタバコっていう、が好きっていうのにこう繋がってるわけで、そこにね、だから何か悪意があったり、何かこう、やろうっていうことじゃなくて、ただ、好きなものを一緒に楽しもうっていう、そういう、いい意味で平和な方向をみんなが向いてるだけの集まりなので、まあ、危ないことはないんじゃないかなと、勝手に私は思ってます、それはね。ということで、まあ、クラブを作らなくても、まあ、動画は私は発信できるし、ツイッターでも絡めるし、で、絡めるって言い方でね、ツイッターもできるし、で、ツイッターで呼びかけてくださってる人もいるし、動画やってる方もいるので、まあ、いいかなと。ツイキャスとかね、やってらっしゃる方もいますのでね、と思ってます。っていうのがまず一つ。で、二つ目なんですけども、私もちょっと以前からっていうかな、この状態になったからかもしれませんが、なぜ人は嫉妬するのか、妬むのかっていうようなことについて、ちょっと考察してみたいと思います。まあ私なりの考察なので、まとえていない、プラス論点がずれてるかもしれませんが、その辺をご了承の上でお聞きいただければ嬉しいです。で、嫉妬、相手の美しさ、相手の能力、相手の財力、まあ相手のかっこよさ、まあいろいろありますね。まあ、自分が持ってないものに対して嫉妬するわけなんですが、なんで嫉妬するのか、まあ、いろいろ考えたんですよ。もしくは羨ましいと思った後になんで妬みが来るのか、
例えば私から見ると、お金持ってる人は羨ましいです、素直に。素直に羨ましい。お金の方が便利なことが多いからね。羨ましいんだけど、その人を嫌いになったり、妬んだりっていうことは、憎しみとかそういった感情は別に湧かないんですよ。あくまで羨ましいで終わりに。で、なんでなんだろうっていうふうに思ったんですよね。もしくは自分よりかっこいい人、こんな不細工なおっちゃんですけども、見て、ああ、いいな、イケメン羨ましいなと思うこともあるんですよ、やっぱり。まあ、かといって、別にその人が妬ましいとかいう気持ちは出てこない。嫉妬心は出てこないわけですよね。で、なんでだろう、なんでだろうって私も思ったんですよ。自分自身も。でも昔そういった記憶確かにあったような気がするんですよね。なんでだろうって。で、なんでだろうって思ったら、そもそもなんでだろうって思うことは、自分自身を見つめ直すときにすごくいい機会なんですよね。人は幸せなときになんでだろうって思わないんですよ。自分が不幸だって感じで、なんで自分はこんなに不幸なんだろうって思うんですね。で、そこで考えてみたんですよ。なんで俺はそういうふうに嫉妬っていう妬みの気持ちがいつの間にかほとんどなくなってたんだろうって考えたんですよね。答えが分かったら結構シンプルだったんですね。受け入れたからなんですよ。自分もありのままに。それだけです。っていうのが結論なんですけど、まあ、説明しますと、これだけ言っても分かんないと思うので、いきなり飛びすぎなので説明すると、例えばね、私は今の職に就く前はもっと高給取りでした。もっと高給取りで、かつ地位も安定されているような仕事でした。まあ忙しかったけどね。そこでね、時々言われるんですよ。前の職俺だったって。え、なんで大貝さん、キリンさんはその前の職辞めちゃったのって言われるんですね。で、まあ、話すと、まあ、忙しすぎて、精神が病んじゃってね。で、辞めちゃったわけなんだけども、私が経験した忙しさでも、精神が病まないって言い方変だけども、やっていける人もいればやっていけない人もいる。まだ逆も多分しかりなんですよね。私のこの忙しさでやっていける人もいれば、私の忙しさで、今の仕事の忙しさでやっていけない。もしくはちょっと合わないっていう人も多分いると思います。で、それはそれでまあいいんですよ。その時にね、なんて言ったらいいかな。私はすごく落ち込んだんですね。当たり前ですが。その前の職を失った時に。世間的にはいい職と見られているような仕事だったので、ね。で、落ち込んだんですけど、落ち込んだ時に、だんだんと、だんだんと多分それで気づいたんでしょうね。で、今の職について確信に変わったんですが、単純に俺が弱いからなんですよね。要はそこまで耐えれる精神的な力がない。要は忙しさに耐えれるだけのね。精神力がない。で、別にそれが悪いことでもいいことでなく、まあ、ありのままの自分なわけですね。で、その時にね、そこからなんですよ。そこから、どっちに向かうか。俺は、これしかできない。これくらいできると思ってたのに、これしかできなかった。っていう時に、じゃあ、ここまで持っていくように、まあ、努力しようとか。まあ、要は悔しさをバネにっていうやつですよね。その、自分が経験した、こう、嫌な感情っていうか、ここまで俺できると思ってたけど、この辺だった。じゃあここまで頑張ってあげてやろうっていう、その悔しいから頑張ってあげてやろうっていうふうなバネにするのか、もしくは、俺はここまでができるんだ。だったら、じゃあここまでよりもちょっと下のラインくらいでできるような仕事とか生活を探してみようとか、まあそこを出発点にしていけばいいわけですよ。でも、そこ出発点にせずにね、俺はこれくらいあるはずだ、これくらいあるはずだ、実際はこれくらいなのにね、これくらいあるはずだ、これくらいあるはずだ、これくらいあるはずだっていう、まあ、能力でも財力でも、かっこよさでも美しさでも何でもいいです。これくらいあるはずだと思って、この差がね、現実と自分の理想の差にギャップを感じるときに、これに実際に言ってる人に対して、妬みや羨ましさが羨ましさ、生まれるわけですね。で、羨ましいで思うのは、自分はこれくらいだけど、現実の、で、認識する自分と実際現実の自分がこれくらいだけど、これくらいできる人もいるっていうのが分かったときに、自分はこのぐらいだから、このぐらいの人が羨ましいって思うだけなんだけども、自分はこれくらい、例えばもう数字に表しますか。自分は、10できると思ってた。けど、実際できるのは7だった。っていうときに、実際に10できてる人を見ると、自分は10できるはずなのにできてないっていうところで、なんで自分ができるはずなのにあいつはできてるんだっていうことで、その自分の中の実際の能力というか、まあ力って言ったらいいのかな、
と自分が認識してる自分が認識してる自分と現実の自分の狭間のギャップをの敵意というか憎しみというかな、それをその自分が理想としてるところの人に向けるわけですね。するとそこに妬みが生まれるわけですよ。嫉妬が。俺はあいつと同じくらいできるはずなのになんでできないんだ。で、その時にね、認められるかどうかなんですよ。自分の弱さっていうか、その力の足りなさを。その時にね、あ、そっか、俺はもともとそれくらいできなかったんだと。あ、できないのであれば、じゃあそこからできるように頑張っていこうというふうに考えてもいいでしょうし、私のように、あ、じゃあで、俺は7が、10できないけど7はできるんだ。で、7ができなかったら7くらいのできることを何か探そうとかね。もしくはまた別の分野の方だったら、俺はもっと伸びるかもしれないから試してみようとかね。そこを出発点にするか、それともいつまでも、現実を受け入れずに、理想の自分にこだわり続けるか、っていうところが私は分かれ目だと思います。で、一回弱さを認めることができるようになると、あとは楽です。本当に楽。ありのままの自分を、そのまんまの自分をね、見つめられるっていうか、受け入れられる。で、そのまんまが分かっちゃうとね、いいも悪いもなくなっちゃうんですよ、本当に。だって現実がある、そこにあるだけなんですよ。7できようが、10できようが、もしくは5かもしれない。でも他の分野では15とか20とかできる分野もあるかもしれない。それは、ありのままそのまま現実があるだけで、そこに対してね、それを受け入れようが受け入れまいがどっちでもいいんですが、受け入れないんだったら、それにこう合わせるように努力する。のであれば、それはそれでいいわけで、悔しさをバネにっていうことでね。それでいいわけ。でも、ただそれを見てるだけで何もしないっていうのは、もうそれだったらただ苦しいだけね。それだったら、むしろ、実際悔しさをバネにしてる人も、もともとは10できると思ってたけど7しかできなかった。悔しい、じゃあ3を何とかして埋めようって努力するわけですね。でもその人1回7しかできなかったっていう事実を認めてるわけね。悔しさをバネにしてる人もね。だからその7しかできなかったっていう、その現実を自分でありのまま見つめてしまうと、弱さをね、自分は10できると思ったけど7しかできなかったんだって思った時に、あ、俺はもうダメだって思うんじゃなくて、そこが自分のスタートラインって考えれば、あとはもう楽なんですね。で、それが結局何にでもおそらく多くのことに当てはまって、私から見ると、財を成す能力がある人は、私にとっては羨ましい。でも俺はそこまで財を成す能力がないっていうことが、自分が分かってるから、分かってるから羨ましいですんでるわけね。だから俺が5だとしたら、100とか200とか財を成す能力がある人もいるわけね。で、それを見て私は羨ましいと思うわけだ。だけど、自分は5しか財を成す能力がもともとないんだから、ね、埋めようと思っても、努力してもちろん埋めることは可能かもしれません。そこまでいくかどうかは分かりませんけどね。違うことはできなくないかもしれません。でも俺は5できるんだったら、じゃあそこを出発点してどうするか考えればいいや。じゃあ5だったらその身の丈の生活すればいいや。とかっていうふうにしてやっていけば、それでいいわけなんですね。だからそこが多分妬みや嫉妬とかに関するところの、一つの大きなところなのかなと思います。要はありのままの自分を受け入れちゃえばね、そのままの自分を受け入れちゃえばいいんですよ。弱いってことは別に悪いことじゃないです。そのままそこにある現実です。そのままそこにある、なんだろうな、そのまんまなんですよ、本当に。そのまんま。そのまんま被害さんじゃないですよ。そのままね。そのままそこにあるだけ。それだけなんですよ。そういう言い方しかできない。それが分かっちゃうと、もう勝ち負けとかね、いろんなものが全部吹っ飛びます。本当に。そうなっちゃうと、あとは楽です。あとは楽。っていうような話でした。ちょっと分かっていただけたかな。ちょっとややこしい、ちょっと言葉がうまく足りなかったので、実際かどうか分かりませんが、何か言いたいことがね、少しでも伝わっていると嬉しく思います。では、何かありましたら、いつものように、下のコメント欄の方にコメントいただければ嬉しく思います。ということで、今日はちょっとくだらない話になりました。はい。ではまた今後も動画や生放送やっていきたいと思います。では、こんなところで動画終わりにします。ではまた。